おどっす、2代目ブタコチャンネルでございます。はい、今回は、ヒップホップを8年聴いてきた俺が、なんだろう、 TikTok でなんかめちゃくちゃバズってるブルームベースかわかんないけどってやつらのね、楽曲を評価していきたいと思います。はい、で、まあ、今回評価する楽曲がブルマトゥランチ、まあ、なんかブルマとランチするみたいな感じの曲だと思うんですけど、俺言っとくけどマジドラゴンボールも大好きだし、ヒップホップも大好きだからマジで超辛くしていきますからね。ちょっと舐めてる、ちょっとでもなんか舐めてるリリックあったらマジでもうボッコボコに批判してやるから、じゃあ早速聞いていきます。ボソボソ何言ってるか分かんねえやつ、はっきり発音しろや。こういうの最近多いっすよね、ラッパーで。ゴリゴリ何言ってるか分かんねえや。マンブルトラップって言うんすか、こういうの。無理。おしまいか。はい、まあまずね言わせてもらうと、まあこれまでヒプマイ、スカイピースを評価してきたじゃないですか。で今回ブルームベース、もう本当彼らはもう一番マシです。はい、彼らが一番マシ、聞けるまあギリ、まあ、聞けるレベルのまあユニットですね。はい、まあ、そこは認めてあげようちゃんと。うん、でも問題なのがこいつらブルマのことを何一つ分かってない、ブルマのことを何一つ分かってないですねこいつら。なんかリリックでなんかブルマとランチ行くみたいなこと言ってるんですけど、言わせてもらうとブルマはねこういうねなんか TikTok でバズったぐらいで調子乗ってる下品な連中とはランチに来ません。はい、ブルマがねランチに行くのは
元彼のヤムチャ君と、あのサイヤ人としてのね誇りもちゃんと備わってて、なおかつ家族も愛することができるベジータ君だけです、はい、こんな下品な連中とランチなんか行くわけねえじゃん。ブルマが普通に考えて、何そのブルマとランチ行きたいってのはお前らの願望、身の程わきまえろ。あの最近さ、なんかこういうなんかドラゴンボールとかなんかブルマとかのことをなんかラップするなんかなんていうんですか、個性がないやつ多くないっすか、なんか、うん、なんかハイパーポップとかでなんかこういうなんかブルマのこととかをなんか曲にするやつら多くないっすか、個性ないね。で何これがなんか TikTok でバズって M ステも出る、いやふざけんじゃないよと。こんなあのどこに目をつけてんの、その M ステのなんていうの、人事担当っていうか、人事担当っていうか、その なんていうんだろう、まあ、キャスティング担当の人はどこに目をつけてんのかなって話を。まずあのいい加減そろそろやめません、なんかTikTok でバズってるからとかそういう理由でキャスティングするのやめません。あの音楽発展しないっすよ、そんなんじゃ一生。なんかそれだったらさ、あのシックボーイ出せばいいじゃん。シックボーイ、シックボーイさ、あの見た目とかビジュアルも良くてさ、普通にあのミュージックビデオとかなんかヘブンズドライブとか、な今何万再生な、200万再生とか言ってるじゃないですか。だからこれ出すんだったら全然あのシックボーイ出した方が俺はいいと思いますよ、うん、あのでもなんかあの肝心なあのこいつらのラップについてなんですけど、まあなんかすごいな、個性がない、非常に個性がない、個性が全然足りないラップでしたね、はい、もうなんかその辺にありきたり、もうその辺の石ころに落ちてるようなラップでしたね。あのごめんなさい、こういうこと言うのもあれなんだけど、うん、でもこれは俺の評価だから、うん、それを俺の評価をみんなにシェアしたいと思ってこうやって今、ね、画面の前で喋ってるから、うん、だからそういう俺の評価が気に食わないとかいうやつはあの見なくて結構です。あなたたちに向けて動画を作ってるわけではありませんので、はい、ね、なんかギャルのパンティ大くれみたいなこと言ってたんですけど、何お前らウーロンのパンチラインパクってんだよ、死ねえウーロンだっけ、亀仙人だっけ忘れたけど、ウーロンだよな確か、うん、あのありきたりなことするのやめて、やめません、なんていうんですか、あのひろゆき風に言わせてもらうと、なんだろう、大型判件使ってバスるのやめてもらっていいですかって感じです、はい。本当に彼らをピックアップするんだったら本当に全然あのシックボーイをピックアップした方が俺は全然いいと思ってるんで、うん、ビジュアルもあの良さげだし、もう多分あれは万人受けするビジュアルじゃないですか。でまあなんか音楽も、まあ、普通にまあかっこいいじゃないですか、うん、ヘブンズドライブとか普通に僕も聴いてるんで、うん、まあで個性もちゃんと僕が出てると思うんで、シックボーイさん、あのシックボーイ君は、はい、個性もちゃんと出てると思うし、うん、彼なりのね、まあ、そういう努力も僕は見受けられるんで、うん、彼らのブルームベースより、うん、だから、うん、ちゃんとそういう人たちはねちゃんとピックアップした方がいいと思いますよ、
なんか TikTok でバズってるからとか、あのもうちょいなんか掘りません？そのキャスティング担当の人、あのサウンドクラウドとか掘ってくださいよ、ちゃんと。もうサウンドクラウドにこういうの、こういうやつらよりイケてるのゴロゴロいるんで、もうそういうのちゃんと掘ってください。はい、で以上です。はい、ナイブブタコチャンネルでした。グッバイ。